お願いいたします。新しい地球温暖化対策が徳島で始まりました。それが水素ステーション。水素で走る車に燃料を供給する基地です。究極のクリーンエネルギーによる環境対策に注目が集まっています。水素で走る燃料電池自動車は地球温暖化の原因となる二酸化炭素を出しません。水素と大気中の酸素を反応させて作った電気が燃料だからです。徳島県ではこの水素エネルギーに注目し、燃料電池自動車を県の公用車に導入しています。そしてこの度水素を充填する2つの水素ステーションが完成し、県庁で開所式が行われました。本当にどうか水素エネルギーが未来の新しいエネルギーとしてますます広がっていきますように。県庁の西側に設置された水素ステーションは、太陽光発電の電気で水を分解して燃料となる水素を作ります。内蔵タンクに19キロの水素を貯蔵できます。水素の生成から供給まで二酸化炭素を出さないシステムが全国で初めて開所。充填にかかる時間はおよそ3分。燃料電池自動車は満充填でおよそ600キロ走ることができる上、排出するのは水だけで環境に優しい車です。もう一つの水素ステーションは民間のガス会社による移動式。専用タンクを搭載したトレーラーで県内の複数箇所で水素を供給します。さらに水素で動くフォークリフトも実用段階にあり、工場などへの普及が期待されます。開所式に続いて地元の小学生による体験学習も行われました。水から作り出した水素で LED を点灯させる実験を通じて、子どもたちは未来のエネルギーを身近に感じていました。この場所を水素社会啓発体験ゾーンと位置づけまして、県民の皆様とか子どもたちに水素の有用性とか環境面で大変優れている面を普及啓発しまして、どん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 徳島県が水素社会をリードするような取り組みを進めたいと考えております。水素エネルギーによる地球温暖化対策、未来を担う子どもたちの環境まで考えたふるさと徳島を作っていきたいですね。